とかやって、でハリーポッター見た。ネットフリックスでね、うんうん、いいね。秘密の部屋、ちょっとハリーの話はまた別でやろう、うん、俺も見てるから今。あ、俺見てる、俺も今謎のプリンスまでも見てる。いいな、結構いったね。結構いった。あのその前話したさ、唐揚げ会の友達と、うん、家行って、うん、ハリーポッターちょっと見る会みたいなのやって、もう賢者の石から、うん、一気に賢者の石一気に行った行った、うん、ただちょっと限界が来て二人とも、うん、もういいやめよっつって、うん、最後の死の秘宝は、あのちょっとしん、うん、重いし話も、うん、シリアスだしっていうので、見切っちゃいたいけどこれはちゃんと見よう、ちょっと一回ちゃんと見ようこれはっつって、もう解散した。そこでそう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 、そうだから俺は今秘密の部屋です。秘密の部屋か。で僕秘密の部屋までしか見てないんで、そもそも、お、もともとの時から。じゃあめっちゃ楽しいじゃん今。そうだから早く見たい正直。え、この時代にさあんまいなくない、ハリーポッター、うん、俺秘密の部屋まで最近生まれたお前。で秘密の部屋とかもうっすら覚えてるけど、これあれのやつかみたいな、あの大雑把に言ってたやつ、はい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 、あ、まあ、日々のやつね、うん、とか、うん、あのバジリスクとか、ね、そう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 とか、ああのチェスするやつねみたいなぐらいで、はいはい、どうやってここに行くんだっけみたいな、はいはい、だからもう全然一回目の楽しみ方ができた。めっちゃいいじゃん。あ、そうかみたいな、見て思い出すみたいな。ちょっとアズカバン一緒に見たいもん、なんなら。いやもう本当に俺もう早くジム行ったら、まあ多分寝ちゃうんだけど、起きたら俺アズカバン。え、どこまで見たんですか、テスさんも全部見た。あ、でも俺はどっから追いつけんの俺。アズカバン俺、まあ昔ちゃんと全部見たんだけど、うん、今はアズカバンまで見て、で俺あのファンタスティックビーストの方に行っちゃった。ああ、あのニュートのね、ニュートスキャマンダーの。そう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 、あれもあるでしょって今ネットフリックス。あるあるよ。あれもなんか5部作ぐらいまであるでしょ今。そうなん、3まであるけど5部作、あ、その先はね、まで作る。あれはハリーポッターの部の前の時代、もっと前だから、ダンブルドアがまだ若かったから、渡辺謙みたいな。そう、ほんとそう、ほんとそう、ほんとそう、マジでそうよね、うん、そうそうそう、ぐらいの世代。あの主人公のあの人はニュートは、うん、そのぐらいの年齢ってことか。そうだね、ダンブルドアからのね、これから出てくるダンブルドアの教え子。そう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 、あ、そう、まだだからダンブルドアが校長じゃなかった頃、なかった時。ああ、なるほどなるほど、うん、そうそう。じゃあそのイメージスネープぐらいになるのか。誰がダンブルドアが、うん、違う、その今ハリーポッターの時になったら、ニュートスキャマンダーの年齢、うん、いやもっといってんじゃない。だってニュートの孫かな、孫か息子がそのルーナいるじゃん、うん、あのルーナと親戚なのよ。あ、そうなんだ。そう、なんか結婚かなんかして、だからなんだかで、だから多分もっと前の話なんだよね。そう、100年近いんじゃないかな。ダンブルドアが死んじゃうぐらい年いってるじゃん。50年とかそれぐらい前じゃなかったかな、うん、結構前、もっと前か、70年前とかなんかそれぐらいだった気がする。もっと前もっと前、うん、そんぐらいだった気がする。ちょっと秘密の部屋が広いと、だから50年前よ。だからそのハリーポッターあれ1990年代とかなのよ、うん、確か、うん、ああそうなんだ。から1920年代、そう、初頭ぐらいのなんかイメージ。でもその秘密の部屋が開いたのはそれは別だから、あのヴォルデモートだから。ん？開く。ん？ん？それは俺昨日見たから大丈夫だよ。あ、びっくりした。ね、やめてよ、そのネタバレしたみたいな。いや、その俺もっと思ってる。50年前に開いたのはヴォルデモートだよね。そう、そうだよね。何よ？秘密の部屋を、その今ハリーの世代で開いたけど、もう一個前で、そうそうそう、前に一回開いてるのがヴォルデモートっていうことで、ね、50年前ぐらいだからって言ったから、それで実はね、ちょっとやめて、賢者の石とかあのヴォルデモートって言ってるじゃん、うん、あれ本当は T を発音しなかったらしいのね、作者の中では。うん、だオリジナルのあのなんて言えばいいの、ああいう小説読み聞かせるやつみたいな、なんて言えばいいの、 OVA みたいな、 OVA っていうか朗読劇みたいなこと、朗読劇的な、もうその映画になる前の、うん、もっと前の段階のドラマ CD みたいな、みたいな、みたいなのでは、ヴォルデモートの発音が本当は T がない、読まない T、 ヴォルデマみたいな、ヴォルデマみたいな感じだったんだけど、作者の中では。でも映画の撮影自体が
もうボルデモートで間違えたまま進んじゃって、で映画に合わせて原作でももうボルデモートっていうようにしてるらしい。あ、そうなん。そう、はい、以上でございます。いやいや、ないよ俺らにそういう知識は。あれはなんかで見たぞ。ハーマイオニーが、それこそ小説では、うん、あの出っ歯の女の子っていう設定だったから、うん、あの出っ歯で撮ろうと思ったんだけど、エマ・ワトソンも、うん、なんか初めての演技の挑戦だし、うん、なんかうまく喋れないから、まあじゃあ撮ろうってなったから、まあ普通に女の子として出てるけど、あの1カットだけ出っ歯のまま賢者の石は撮って、公開されてるから、本当にちゃんとよく見たら1カットだけなんかね、記者らへんらしい。でも最初、最初のあのあなたのそのメガネ壊れてるわ、うん、みたいなとこ、このでもそのサイズ調整もいっぱいして、あ、だからそんな、でもちょっとここがもっこりしてるエマ・ワトソンに会える。知らなかった俺、はい、知ってるのはそれで言うとね、はい、サンジってあの前髪の後ろでナルトって名前一緒って言ったのよ。でもナルトがそのね、漫画始まっちゃったから、うんね、うん、サンジっていう名前だから、始まってなかったらサンジはこうナルトって名前だったかもしれないんだって。どうぞよねって興味深いは興味深かったけど、そうなんだ、うん、じゃあそのビンスモークナルトだった可能性がある、可能性もある、あったの。だ、周りがもうそしたらビンスモークチクワブとかになってたとか、になってたから、かまぼことか1時2時、そうだよ、レイジュとかがもうかまぼこ、本当だ、はんぺんとか、うわ、そういう風になってた。よかったね、ナルト始めて。よかったよ。そう、アーロン、アーロン、うん、うん、アーロンパークの読み進めたらあんま強くないんです薄いな薄いな、だいぶ薄いわ。お、ゾロ、おう、うん、で、あのサンジのことを、うん、サンジって呼んでないらしいよ。え、一回も、一回も、コックとかグルマユとかしか呼んだことないってこと、うん、言ってないっけ、サンジって。ちょっと一回ゾロになりきってさ、目の前にサンジいると思ってちょっと一回呼んでみてもらっていい？はい、はい、はい、ゲジマユ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 って呼んでるわ、ロックリーじゃん、ゲジマユって呼んでる、ゾロの近くにロックリーがいたときに邪魔だ、ゲジマユ、いや、ロックリーいるじゃん、ロックリーいるじゃん、確かに、呼んでないか、ロックリーいたらサンジって呼ばない変すぎるよ、呼ばないよな、うん、そうかそうか、そうだよ。